こんにちは、木下ゆうかです。今日もコンビニで新しい飲み物を見つけたんで買ってきました。わー、練乳&カルピス。カルピスに練乳が入っとうってことでしょ。いや、私濃厚なカルピスが好きなんですよ。でなんか冬限定で出てくるホットカルピス、蜂蜜入りとかのホットカルピス、あれも好きなんですよ。やっぱね、カルピスは濃くなくちゃ。優しい甘さの練乳とカルピスの新しい美味しさ、じゃちょっと飲んでみたいと思います。自分でさ、練乳を足したらもっと濃厚になるってことだよね。でも気が利かないので、ちょっと練乳ないし、じゃあいただきます。じゃあ継ぎます。濃厚っぽいかもしれない。あ、ちょっとね、練乳の匂いがする。若干ちょっといただきます。おいしい。あ、私これ普通のカルピスより好きです。練乳の味が濃くしてます、カルピスを。でなんかちょっと飲み口もサラッとしてなくって、ちょっととろっとしとる感がある。うん、これなんかもうパッケージも私好きなんですよね。なんかさ、白にクリーム色みたいな、で赤みたいな、かわいい。私がそそられるパッケージしとる。だから 2.5 杯最後です。うん、おいしかった。濃厚なカルピスで練乳の風味がちょっとして、やっぱ飲み口もちょっとの練乳が入ってるからトロッと感があって、で甘みもちょうどよくて美味しかったです。ちょっとまた買いたいと思います。何が合うかな。私はこれはね、普通にまああれですね、甘くないお菓子と一緒に食べたいなって感じですね、うん、パンは違いますね。パンは私コーヒー牛乳とかがやっぱ一番合うと思います。どうでもいいですね。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとぜひぜひチャンネル登録お願いします。またねー。